東京の郊外、ニレの木立が茂る大きな公園の外れに、ちょっと変わった図書館がある。中に足を踏み入れると誰もが驚く。図書館なのに本がない。実はこの図書館、作家やアーティストが訪れて話を聞かせてくれる。それが本の代わりというわけ。まるで一冊の本を読むように、その話は聞く人の心に何かを残してくれる。私はその案内役をしている図書館司書。彼は図書館で飼っている猫のレナート。おお、この鳴き声は新しい訪問者が来た合図。図書館の奥まった場所にずらりと並んだドア。このドアの向こうに話を聞けるトークルームがある。その中でドアの上のランプがついている部屋にゲストがお待ちになっている。今回はこの部屋だ。図書館司書の花澤香菜です。はい、どうぞ。失礼します。どうもこんばんは。あ、どうもこんばんは、星野源です。星野さん、今回、はい、二人目のゲストは、俳優さんとして音楽の世界で、文筆業でも活躍されています、星野源さんです。どうも、改めまして、星野源です。ありがとうございます。よろしくお願いします。まずは、はい、簡単に星野さんのプロフィールを紹介させていただきます。はい。星野源さんは、埼玉県のお生まれ。はい。学生時代から音楽活動と演劇活動をスタートさせています。はい。で、2003年、大人計画事務所に所属。舞台、映画、テレビドラマで役者として活躍する一方、2010年には、ファーストアルバム、バカの歌を発表。2013年にリリースした3枚目のアルバム、ストレンジャーは、オリコンウィークリーチャートの2位を記録しています。ありがとうございます。で、今年の6月11日には、はい、通算7枚目にして初の両 A 面シングル、はい、クレイジークレイジー、そして桜の森を発売したほか、はい、7月30日からは人気劇団の大人計画と劇団新幹線が初めてコラボした舞台、うん、ラストフラワーズにも出演されます。ありがとうございます。お忙しい中ありがとうございます。いえ、星野さんと最初にお会いしたのがですね、はい、最初というか初めてお会いしたのが去年、うん、はい、ラジオで、はい、お会いして。そうですね、そうなんです。その時も花澤さんの、番組というか、そうなんです、はい、にちょっとゲストで出させていただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あのですね、はい、星野さんのラジオでのおしゃべりとか、はい、今大丈夫ですか、指を机にポンと机にポンと手をつけました。折れませんでした、ね、大丈夫です。これじゃ折れません。 あと文章、はい、あ、はい、ので伝わってくるその人柄が、はい、なんかとても素敵なのです。いやー、これはちょっと道録を持って帰ってます、ね、すいません、ほんとちょっとね、申し訳ない。あのちょっとでも俺花田さんにちょっと謝らなきゃいけないなと思っていることがありまして、はい、何ですか。あの1年前にそのラジオでご一緒した時に、はいはい、俺なんか暗くなかったですか。あ、ちょこっと暗かったですよね、はい、で、あのなんで暗かったかっていうと、はい、その、ちょっと本当自分の話になって申し訳ないですけど、2012年の年末にちょっとくも膜下出血という病気で倒れてしまって、はい、その後手術して、で、復帰した後にその、あの、花田さんのラジオにちょっと呼んでいただいたんですけど、はいはい、その時の手術の内容っていうか、あの、自分の病状が血圧を上げちゃダメだったんですよ。あ、はい。それで、あの、元気出せなかったんですよ。で、全然元気出せなくって、すっごい嬉しいんですけど、こう、それを表に、すっごい嬉しいんで、あの、表に出すと、ちょっとあの、大変なことになってしまうなと思ったんで、すっごい静かにしてたんです。あの、挨拶するときとかは本物だと思ってたんですけど、あの、血圧上げちゃいけないので、
で、ちょっとまあその後もう一回手術して、はいはい、今度は血圧上げて大丈夫なんで、今日はすごい元気です。元気に、はい。なんで、あの時すいませんでした。なんか様子がおかしい感じで。全然です、はい、もう。そうだったんですね。そうなんです。なるほど、じゃあ今日は元気に。はい、はい、そうなんです。よろしくお願いします。はい。でですね、星野さんにどんどんと、お話を聞いていきたいのですが、はい。星野さんといえばですね、役者さんとしての活動で、はい、音楽活動ももちろん文章を書いたりバラエティ番組に出演したりいろいろマルチに活躍されているんですが、そうですね、バラエティは非常に苦手なのですけども、はい、コント番組を、あ、はい、ありがとうございます、はい、NHK で、はい、ライフというコント番組に出させていただいておりまして、はい、コントは昔からすごい大好きで、だから役者として出させていただいてる感じなんですけど、いわゆるフリートークみたいなのがもう非常に怖いというか苦手なので、はい、宣伝以外ではなるべくこうテレビはちょっとご遠慮したい気持ちは本当あるんですけど、ね、はい、でもコントは本当心から大好きなので、はい、見ていただいて嬉しいです。ありがとうございます。いや、もう楽しませていただいております、はい、ありがとうございます。なんか本当に締め切りの嵐じゃないですか、うん、でも。そうですね。いろんな、例えば、文章の締め切りとか、作曲の締め切りとか、いろいろあるんですけど、でも、ちょっと休養をしてから、仕事をかなり減らしていただいていて、はい、今。あ、そうなんですね。それでも、まあちょっとこう、埋まってる感じにはなってはいるんですけど、ずいぶん楽になりました。はい。そうですか。忙しい時ってどんな気持ちを安らげたりするんですか、花澤さん。なんか人よりやっぱり声を出してる分、うんうんうん、なんか破産しているんでしょうか。ああ、なるほど。そんな気がします、うんうん、あとでもぼーっとする時間がないと。あ、ぼーっとする時間は大事ですよね。そうですね、うん、もうなんか口開けてぼーっとしちゃう。口を開けるんですか。でも確かに口を開けてると本当にあんま何も考えられないですしね。そうですね。無っていいですね。いいですよね。今日俺稽古がたまたま休みになって、はい、ちょっと時間ができたんで、自分の住んでるマンションの屋上で2時間ぐらい口を開けてぼーっとしてました。本当ですか。はい。そう、だからこういうの大事だなと思いながらぼーっとしてて、あ、そういう時はでもなんか入ってもう、じゃあシャットダウンしていろんなものを。そうですね、好きな音楽を聴いたりとか、今日はロバート・フラッグという曲、人の曲をずっと聴きながら、はい、ぼーっとしてました。そうなんですね、うん、必要ですよね。必要ですね、その時間、はい、お知らせの後もまだまだ星野さんに話を伺います。ここは作家さんやアーティストが話を聞かせてくれる本のない図書館、星野源さんが話をしに来てくれている。そもそもの話になりますが、はい、星野さんが音楽を始めたきっかけを教えていただいてもいいですか。はい、一番最初はですね、ものすごい落ち着きない子供だったんですよ。幼稚園とか通っている頃に。はい。で、食事中もお箸で、食器をこうガンガンに叩いてしまう。いましたね、そういう男の子。そう、もうダメな子だったんですけど、はい、で、親がブチギレてですね、はい、そんな叩くのが好きだったらドラムをやれと言われて、で、近所のドラム教室に無理やり通わせられるんです。そっからですね、それ小学校低学年だったと思うんですけど。最初はじゃあドラムだったんですね。最初ドラムでした。で、こう、親がアマチュアバンドをずっとジャズバンドやってたので、ドラムがどういう楽器かっていうのも見てて知ってたんですけど、はい、だからかっこいいなと思ってたんですよ。あ、やるやるって言って、はい、通い始めたんですけど、叩かしてくれると思ったら全然叩かしてくれなくて、はい、まず手の、なんですかね、運動っていうか、手の運動、握力、ストレッチを1時間ずっとやらされるみたいな。で、全然叩かせてもらえなくて、なんだこれ、すごいつまんないと思って。で、目の前にドラムあるんですけど、全然座らせてくれなくて。それで、つまんないな、ドラムって、って思っちゃって。はい、で、そっからちょっと空いて、
で、中学生になった時に、みんな中学のとこ始めるじゃないですか、楽器とか。はい。それで始めた時に、なんか自分も始めないとちょっと置いていかれるのが怖いと思って、ギターやってみようかなと思って、親にギターやってみたいんだけどって言ったら、あるよって言って、親が昔使ってたギターを、お下がりで、くれて、そっからです。そうなんですね、はい。ご両親ともやられていたんですか？はい、アマチュアですけど、はい。そうなんですね。そうなんです。うわぁ！大丈夫ですか？大丈夫です。QR の雰囲気と違いますけど、もうね、慣れてないから。このちゃんとしたやつ。ちゃんとしなくてもいいんじゃないですか、ね、ちゃんとしなくてもいいですか？ちゃんとしてない、はい、ちゃんとしてないって言うとあれですけど、はい、フランクな、花澤さんを皆さん多分、今日聞いてる方皆さんご存知だと思うので。ですかね、はい、大丈夫ですかね、はい、好きな女性のタイプとか話していただいて大丈夫ですよ。私が。わかんないけど。最近でも、はい、ニーハイソックスってやっぱりいいよなって思うんですよね。そうですか、改めて。はい、改めて、ちょっとゴスロリチックな女の子、うんうん、そういう服を着た女の子と最近一緒で。そうなんです。そうなんです。もう、可愛くって、で、しかも足も、何ですかね、うんうん、程よい肉付きで。あ、なんかこう、わかります。細すぎても、ね、そうなんです。ダメなんです、うん。なので、もう、その衣装で出てきた瞬間に、うん、素敵って言って、絶対領域を買って。両手で、両今、ラジオ聞いてる方はわかんないと思うんですけど、両手で目の前の太ももらしきところを、ぐっと掴む動きをされてますけど。はい、やってしまいました。すごい勉強になります。勉強にはならないと思うんですけど。あ、戻りましょう。すいません。はい、はい。ごめんなさい、本当。私実はですね、はい、作詞を今やっている真っ最中で。素晴らしい。いやもう、私の場合は作詞家の方に協力していただいて、一緒にご飯を食べながら、エピソードを話して、その中で詩のテーマになるようなものが、何なのかっていうのを見つけてもらってからのスタートで。へー。で、自分の日常生活の何が詩のテーマになるのかっていうのが、よくわからないんですよね。一番最初に自分が作詞をしたのは、はい、中学生の頃だったんですけど、自分で家で、いわゆるそのカセットテープレコーダーみたいなものに、なんとなくギターで曲をつけて、それに歌詞をつけて歌うっていうのを初めてやったんですけど、それはすっごい暗い歌だったんですね。で、当時本当に暗かったので、吐き出すようなというか、内気な子供だったんで、はい、自分の気持ちみたいなのを素直に外に出せなかったんですよ。で、それの、なんか、爆発しそうな思いみたいなのが、こう、自然と曲にドーンって出るみたいな。それ作って少しホッとするみたいな感じだったんですね。爆発しないで済んだみたいな、はい。だからちょっと生きていくのに必要な作業だったんです、自分、一番最初は。だったんですね。で、まあ、ほんととんでもなく暗いので、今聞くと爆笑してしまうんですけど。本当に。でもその時はもうそれが、なんか世界の中心というか。そうですね。うん、で誰にも聞かさないで撮っておくみたいな、痛々しいやつなんですけど。いやいや、でもそれでこうずーっと繰り返しているうちに、だんだんこう自分が社会に出たりとかしていく中で、自分の気持ちみたいなのをちょっとずつ素直に言えるようになってきて、そういう風な曲の作り方じゃなくなってきたんですよ。単純に音楽として面白いとか、はい、詩として面白いとか、はい、いろんな曲を聴いて、友部正人さんの愛についてって曲があるんですけど、はい、それが本当に素晴らしい歌詞で、その友部正人さんの曲を矢野顕子さんがピアノ一本でカバーしてる曲、はい、バージョンがあって愛についてという、ピアノナイトリーっていうアルバムに入ってるんですけど、それが本当に素晴らしくて、こういう曲書きたいなって思って、なんかこうそれにチャレンジしたりとか、なんかエンターテイメントとして面白いものを作りたいって気持ちにだんだん変化してきたんです。で、一番最初自分はなんか CD で出すってなった時に、やってたのは、目の前にあるなんかものからちょっと膨らましていくみたいな、だったんですね。
なんか最初は身近なものからこう膨らませていくといいかもしれないです。はい。だから多分はそのニーハイソックスがいいと思います。ニーハイソックスでいいですか？ニーハイソックスって言葉が別に出てこなくてもいいですね。そうですね。そうなんですよ。だから例えば一回ニーハイソックスって言葉で全部作っちゃってからニーハイソックスって言葉を抜けばいいんです。そうするだけで詩的な表現になったりするんですよね。でそのニーハイソックスっていうものを例えばあなたって言葉に変えるだけで、あの、ラブソングになったりとか、あの、いろんな多分やり方が、面白いやり方っていうか、あると思う。だから本当に自分の欲望、欲望私もそれは欲望です。はい、欲望みたいなのに、素直に書く。後からちょっと変えるとか、いいと思います。一箇所変えたりするだけで、詩的になったり普遍的になったり、だから諦めないのが大事なのかなと思ったりします。はい、なんかいける気がする。お、いける気がする。ぜひぜひいけた方がいい。ぜひ素晴らしい歌詞を期待しております。はい、では、はい、さて、はい、星野さんのですね、はい、ニューシングル、あ、はい、6月の、ありがとうございます、はい、11日、先週の水曜日に、はい、はい、通算で7枚目となるニューシングルが発売されました。うん、ありがとうございます。初めての両 A 面、うん、クレイジークレイジー桜の森、今回このシングルはどんなコンセプトで作られたんでしょうか。初めて両 A 面なんですけど、はい、2曲が休養中にできたんです。で、はい、どっちもなんかシングルにしたいなと思って、で、本当は別の時期に出す予定だったんですけど、片っぽが先にラジオのキャンペーンソングになったりして、はい、で、だったら初めて両 A 面にしてみようかなんつって、それで、こんな感じになったんですけど、クレイジークレイジーの方は去年ちょっと再手術をすることになった後に、はい、あまりにちょっと悲しくてですね、うん、悲しい曲ができたんです。すんごい悲しい曲ができて、はい、バラードがスローバラードができて、はい、でそれはそれで置いておいたんです。はい、特にもうまあ、復帰できるかどうかもちょっとわからない状況だったので、うん、そのまま。ボイスメモみたいなものに残しておいたんですけど、でその後に復帰するってなった時に作曲というかシングルを出そうという話にスタッフとなりまして、はい、それで聞き直した時にこれいいなと思ったんですけど、なんか暗いままやるのもなんか嫌だなと思って、はい、もう2013年がずーっと悲しかったので、はい、もう楽しいことしたいと思って、楽しい曲に編曲全部し直して、歌詞とかは変わらず、で歌詞はまだついてなかったんです。作曲だけ先にこの曲はしてて、メロディーは変えずにコードとかテンポとかを全部変えて、そうなんですね。はい、でアッパーな、とにかく明るいみたいな、すごく明るい気持ちに、ありがとうございます、なります。なんかコンビニとかラジオとかで流れてた時、はい、なんか元気になるとか、うん、なんかちょっとこう踊り出したくなるみたいな曲になったらいいなと思って、クレイジークレイジーは作りました。ああ、そうなんですね。最後に星野さんの曲を聴きながらお別れしたいと思います。では星野さん、曲紹介をお願いします。はい、自分の7枚目のシングルになります。ぜひこれもしイヤホンとかで聴いている方がいたらですね、ぜひ音量上げて爆音で聴いていただけたらと思います。クレイジークレイジーという曲です。今日2人目のゲスト、星野源さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。